今週も土曜日4時10分がやってまいりました。あなたの日々のイライラをすっきりリラックスしてしまう20分間。それではいきましょう。魂のリラックス、略してたまりらー。はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。はい、大村さんでございます。はい、大村でございますそして先週に引き続きまして、はい、今週もゲストに来ていただきました。お財布リーディングをされておりますフェアリーウィング久美子さんでございます。よろしくお願いします。小村さんが手でキラ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 ーとやってくれておりますけども、はいはい、1週間待ちましたね。待ちましたね。いよいよ、いよいよ私のですね、はい、先週告知をしたようにお財布がどのようになっているのかというのを、うん、3、4ヶ月ももったいぶってですね、うん、皆さんにお伝えするタイミングをやってまいりました、はい。そもそも私はね、革の長財布を使っておりまして、はい、昨年のですね、秋ぐらいに大村さんとこのラジオの中で、うん、はい、私は折りたたみの財布を使ってるんだよという話をした時にね、はいはい、ね、って大村さんが最初言ってたんですよ、長財布の方がいいよ、いいよってね、うん、そうです。それでじゃあ何か買いますって言ってそのポールスミスさんに買えて、はい、うん、そうなんですよ。そうだったんですね。そうです、そうです。ちょっとね、まあ、私の中でお高い感じだったんですよ、うん、で2、3ヶ月して久美子さんに会って、はい、これじゃない方がいいなというところですよね。それはなんでこれじゃない方がいいなと思ったんですか。それはまずうつさんの前の財布を触ったんですか。前のポールスミスさんを触らせて、ね、はい、ポールスミスさんのポールスミスさんのお財布を触らせていただいて、はい、うね、包むように両手で、ね、いつもこう両手で触らせていただくんですけど、はいはいはい、そうするとですね、その人の入ってくる、うん、まあ、額ではないんですけど、うん、余地があるかどうか、これからこう収入が伸びるかどうかっていう部分がまず伝わってくるんですよ。で、うつさんの場合はもうちょっとこうどんどん入ってくるのに、入ってくる感じが、うん、お財布自体のこうやっぱ待ちが少ないと入る量って少ないじゃないですか、うんうん、なのでお財布の中のお札がきついと言ってることが、うんうん、入ってるわけですね。もうちょっときついなっていう窮屈っていうのが伝わってきたので、うんうん、せっかく入ってくるものを自分で止める必要ないじゃないですか、うんうん、っていうのでちょっと待ちがあった方がいいですよっていう、うん、そうですよ、はい。それで先週もおっしゃってましたけど、そのファスナーでグッとやるんじゃなくて、このボタンがいいと、うん、これはちょっと人それぞれ違うんですね、うん、みんなじゃないんですよ。なるほど。これもお財布を触らないとどういう形状がいいかっていうのは一言では言えないんですけど、まあ、人によってやっぱり蓋がこうあった方がいいとか、チャックでも OK だったり、あと蓋のかぶせ具合ってあるじゃないですか。わかります。全部がこうパクって覆うとか、半分とか頭だけの方とか、それもちょっとそれも人それぞれで、だからその感覚は何と説明していいか分かんないんですけど、そうですね、うん、それはもう本当触ってみた時の、触ってみた時に、あ、この形状だったら合うなっていうのが出てくる、ね、それってその言葉で来るんですかね、バンと。いや、これ感覚なので、ね、言葉に出すのが難しい。なるほどなるほど。ボタン状っていうのを聞いてね、うん、僕はファスナーなんですよ。全面ファスナーです、ね、全面ファスナーです、はいはいはい、でも内さんのボタン状やって聞いて、うん、はい、ああボタン状かと思ったんですよ、うん、それなんかボタン状の方がなんかいっぱい入る気はするじゃないですか。なるほどなるほど。なんかズボンのボタンが外したらまだ食べれるみたいな私がよくやってるやつ、広がるから、そう、広がるから。で、うちさんも時々食べ過ぎててボタンなんか広げてる時があるんですよねああ財布もそうかと僕はそれでね、妙に先ほど納得してるだから何でもそうなんですね、多分、うん、お財布だけじゃなしに、ね、ちょっとボタン開け閉めして調節するんですよ、うん、私多分なのとか、あとは、まあ、ちょっと性格的に閉めないと、はい、自分自身を律しないとダメとか、うん、そういうのが持ってたりするとチャックの方が良かったりとかなる
でまたこれも状況によってその人の環境が変わったりするじゃないですか、うんうん、そうするとまたガラッと変わったりとかするんですよね、うんうん、だからすごくですね、あの時に多分初めてちゃんとお話しした日だったと思うんですよ。で、まあ普通に考えたら初めてお会いした人がね、私お財布リーディングだって言ってやって、じゃあこうした方がいいって言われても、なんかこう信じられなかったら別にすぐ買いに行ったりしないわけですよね。だけどなんか国民さん言われた時になんかそんな気がしたんですよ、確かにと思って駆け回ったわけですよね。でもう一個色が青だった、ありましたね、そんなんね。いや、なかったんですよ。そうでしょう、なかなか難しいんですよね、ボタンがまたね、ないよね、ないです。あの奥様方が持っているやつはボタン多いじゃないですか、男性ボタン意外と少ないですよね。ないですよ、いや、ないんです、ないですよ。でもこれがね、すごい楽しかったんですよ、探すのが、もうお財布屋さん、お財布屋さんというか、まあ革製品なんですけど、あのまあ洋服屋さんのちょこっと行ったりとかっていうのをもうなんかウキウキして俺見てましたから。もうどれぐらい行き倒したんですか。お店の数で言ったら多分 4,50 行ってると思う。そんなにすごいですね。ないんですよ、ないですよね、ないんですよ、なんか大体分かってきちゃって、うん、このも見たことあると、うん、これ最近の新しいやつだったらもう詳しくなってきちゃって、でも全然なくて、でここなかったらもうネットだなと思って、ネットでまあ実際見れないので、いや、いやだというかちょっとどうかなと思ったんですけど、もうこれこの日になかったらもう行くとこないなっていうぐらいの時に、見たこともないちっこい川のお店があったんですよ、もうほんと角にね、あのよく駅とかにあるあの靴直してくれるお店みたいな、あれぐらいちっちゃいお店で、革製品バーってなる、そこにですね、なんだこれってやつがあったんですよ。あったんですよ。これ実は私もう購入して、かれこれ何ヶ月か経ってますよ、あのこのラジオで言えてなかったんですけど、でこれ今もうここに実際物があるんですけど、まあ青ね、ちょっとまあ青系ではありますけど、で横から見てはもうガバガバです、街が街ガバガ ガバ、そしてちゃんとボタンのやつで、全て一応言っていただいたような形のものが出てきます。なんかガバガバです、はい、でこれを何ヶ月だ、その買ってすぐ2ヶ月とかですかね、で久美子さんにすぐ、そう、久美子さんの顔が目が YouTube 用の動画に見せていただいたんですけど、久美子さんの顔のとこにドドンとね、はい、そうそう、この青いやつね、これすぐね、これを買った日に、あ、そうですね、街の部分写真を撮りまして、久美子さんにね、写真をメールで送って、そしたら久美子さん面白いこと言ってくれたんですよね。本当家で奥さんと聞いて面白くて笑っちゃったんですよ、その写真から伝わったんですか。そうです、そうです、あれは写真、私写真でも、そのこの一個ずつがやっぱり伝えてくるメッセージがあるので、なんで笑ってるんですか。なんかそう、ちょっと聞いていい、はい、これ面白いこと、これお札を折って入れてるんですけど、なんでですか、これ、ね、ちょっとこれ内緒じゃないんですけど、これもう後でどっかに渡さなきゃいけないお金で、私のじゃないので、別個にしてるぞっていうことですね。これこっち入れちゃうとね、使っちゃうから、そうそう、でもたまに使っちゃうんですけど、そう、それはそれでちょっとね、置いといてもらってます、そう、それでこの写真を送ったら、久美子さんがね、面白いです、うつさんはどっち利きですかって、手が、じゃ最後の写真を送ってそんなこと聞かれると思わないじゃないですか、え、右ですよって言ったら、なるほどなるほどって、お財布さんが左っ側に置いてほしいって言ってる、左っ側ってこと、左手で持ってほし ほしい、お左側で、だから左がどうしても気になるので左手で持ってほしいんだって思って、私今も実践してます、今までは右手で持ってたんですか。そうですね、まあ意識もあんまりしてなかったですけど、だからまあポケットに入れることあんまないですけど、入れる時も左側のポケット、そうそうそう、左側に置いてほしいっていうメッセージなんです。僕財布左で持つな。本当ですか。左で持って、僕ファスナーでしょ、ファスナーって右で開けるから、なんとなく左で持ってます、まあ、それは効率的にもどうですかね、使い勝手がいい、
いやそうだからこれ先ほどにちょっと言っていただきましたけど、もっともっと入ってくるはずだけども、もう狭いから窮屈だからガバガバにしてくださいって、これ本当にでもね、その収入が増えたとかじゃなしに、私はあんまりそのお札をお財布の中に入れとくのが習慣がないというか、うん、すぐなんかもう銀行に入れるみたいな感じだったんですけど、そういっぱい入る時間が長いような、うん、サイクルというか、うん、なんかことが多くなってきたんですよね、うん、まあ、それは個人でレッスン行かせてもらってるとそうなんですよ、うん、なんかね、あのポール・スミスさんだったら多分入んないんじゃないかってぐらいの枚数がドンっていきなり入ってきたりすることもあって、いやでも確かにこっちの方がちょっといい感じ、いい感じ、うん、ほんで何回かね、月1回ぐらいクローゼットお会いするんですけど、これ財布の後にもね、なんかその次の時だったかな、なんかお財布の話した時にふと、うん、今なんかこう自分でこうしようかなとか思ってることありますかっていう話をされて、その日にやりだしたことがあるんですよ、うん、その久保さんに会う電車の中とかでやり始めたことなんですよ、うん、でそれはねやってみた方がいいですって、つながりますからって言って、それはいろんなところにその歌の先生必要であればや、うん、教えてくださいっていうのをあちこちに送ったんですけど、それが松竹芸能の人の目に留まって、うん、でそこからお仕事をいただいて、うん、それが元アイドリングの子なんですけど、うん、今その子たちもうデビューするしないぐらいのタイミングで、うん、ずっと今その子たちのレッスンしてるんですけど、うん、あれなんてもうメール1個だけで言ったら向こうの人何にも私知らないわけですよね、うん、だけどあれ言っていただいても数日後にそういう話も来てまして、うん、やっぱなんかそういう巡りというのがきっとあるんですよね。で私はレッスンをいろいろさせてもらってる中で、皆さんの財布にやっぱりちょっと目が行くようになってきたわけですよ、うん、これねすごい綺麗な黄色の財布持ってる生徒さんがいて、それいいですねって言ったらこれ久美子さんに言ってもらって結構いるんですよ。おだからこれはねぜひ皆さんもねちょっと一回でもね試してもらったらいいなと思いますけど、ね、僕のどうなんやろうね。さあ小村さん、まだちょっとお時間ありますけど、ありますね、持ってこようか、ちょろっとだけね、持ってきましょうかね、うん、もうちゃんとやったらね、それはもうプロの方ですから、お題をしてお題出します。もう本当にちょっと一言、ね、いいも悪いも、はい、どちらかというと悪いも、悪いも困るんだよねいやでも本当にすごかったです。今までもでもいろんな方見てるわけですよね。そうですね、もう200人近くやってると思います。いやすごいですね、うん、でも分かりますよ、私もその久美子さんに言われて、はい、そのお財布っていうのはやっぱり自分の気持ちであったりとか、はい、その潜在意識というんですかねが乗り移ってるものを、そうですね、泣きしますよね、うん、無意識にやっぱり使うものじゃないですか。なのでそこが乗るというか、絶対乗りますよね。大村さんにね去年の末にちょっと言われた、うん、その折りたたまない方がいいっていうのは、はい、あれは実際どうなんですか。あれも結局窮屈なんですよ、折りたたむことによって、お金さんお金さんが窮屈ですね、窮屈なので、はいはい、そうするとやっぱそこにいたくない、自分人間も狭い部屋にずっと押し込められると、なるほどなるほど、でって解放されてバーって飛び出したくなる、はいはい、うんうんうん、ようにやっぱりお金の住み心地がいい、まあ、ある居心地がいい、居心地がいい、はいはい、まあ、ある意味 お金のお家だと思って、まあそりゃそうですよね、いいだったらやっぱりおるよりも長くは、はい、いいですよ ね。じゃ皆さんもそれね、もし折りたたみ持ってる方がいたら、うん、まあ、まあ、一つ気分転換兼ねて長いやつにしてみた方が、うん、いいと思います。いい感じで、なるほどね、うん、まあ、これはね、うん、ただね、男性の方だと持ち歩くのにバッグ持ってなかったりとか、そうなんです、まあ、女性でもちっちゃいバッグで入らないっていう時は、うん、その時だけっていう、あの必要なものだけ持っていくっていうのも、そういう財布も持っておくのも一つの手ですよね。それをだから後ろのポケットなんか入れて、あの電車とかで座らない、そうですよね、うん、それはもう潰しちゃうとね、苦しいですからね、うん、そうこう言ってる間に、はい、大村さんの黒いお財布で全チャックのね、全チャックですね。じゃあちょっとこれは両方で挟みますもんね、はい、じゃ挟んでます。久美子さん生鑑定ここでしていただいて、うん、本当に全部言ってもらいたいですね思ったままを思ったままね、ちょっと失礼
でしょうね。はい、今久保さんはですね、お財布を拝むように両方でこう挟みましてですね、はい、今ずっと目を閉じて何かをこう受け取っているところですけど、皆さん何て言われるでしょうね。これちょっと僕もらい物なんですよ、この財布ね。あ、そうなんですね、うん、でもしょうがないですよ、もしね、今これじゃないってなったら、どうしようかな。それでも私もそんな風に思ってなかったですかね、うん、だから、うん、ちょっとどういう結果が出るか分かりませんけど、もうこの財布にしたからね、僕ね運勢変わってるんですよ。あ、上がってるでしょ。上がってるんです。あ、そう、すごくね、うん、いいお財布ですよ。あ、いいお財布出ましたよ。よかったね。実は、うん、広がる、うん、だからまだ変え、ちょっとね、傷んでる、ちょっと痛み出してるの、うん、なるんですけど、変、うん、えない方がまだいいですよね。奥井さんそのようです、ありがとうございますね。奥井雅美さんにいただいた、奥井雅美さんにいただいた、そう、なんか今また顔を鑑定してくれてます、うん、いいですね、これドキドキしてますね。すごくね、世界観も広がってると思うんですよ、これ、なんかお金だけじゃなくて、大村さん自身の世界観、なんかね、ワールドワイドな感じなんですよ。なんかね、より活動的になったのとシンクロしてるんですよ、最近世界観、なので、すごくいい。あら、そう奥さんすごい良かったみたいですよ。いいですね、奥さんね、ここでこの場であれなんですけど、若干ねちょっと傷んできてると奥さんね、同じ感じの新しいものっていうのもね、あ、でもね、まだもうちょっと、もうちょっと、あ、大村さんのもうちょっと、もうちょっと、もうちょっとです。誰でしたっけ、奥井さんですね、奥井さんに、ね、素晴らしいお財布だった。これ本当に、本当ですね。そう、いいですね。あ、ちょっとなんかつながりあります、なんか奥井さんって方と、僕ですか、うん、奥井さん、なんだろう、魂的な、あのね、あると思います。なんかね、うん、そうやね、あの奥井さんとは非常に仲良しです、うん、仲良しで、この知り合ってからは4年ぐらいなんですけど、うん、この最近富にね会ってるんです、うん、歌手の方ですね、歌手の方ね、なんや言うたらね、遊んでね、べちゃべちゃ喋ったりとかね、なんでしょうね、居心地がいい人、あ、いますよね、そういう方ってね、多分ね、導いてもらってる感じ。あら、奥井さん、先生でございます。です。あら、すごい、そう、魂的に大村さんの先導役みたいな感じだと思います。奥井さん、ありがとうございます。そうなんだ、それ、その方が大村さんにお財布をくれてるから、くれてるので、多分その部分でついていくことによって広がってるっていう感じ。僕はなんかお返しはどうなんですかね。広がり続けたら大村さんが活躍することがお返し、奥井さん、そういうことないです。はい、みたいなので、別にそのものとかではなくて、ごめんなさい、物とかじゃなりたいです。物とかじゃない、あげてもいいんですけどね。あげてもいいんですけどね。あげてもいいんです。あげちゃダメってことじゃないですよ。あげてもいいんですね。いいんですけど、はい、なのでちょっと、しばらくは買えない方がいいと思います。いや、この財布本当にいいんですよ。上がってる、うん、で、まだ上がるんですよ、これから。すごいよ、まだ上がりますか。まだ上がります。これもあの牛革ですよ、これね、牛革のくせにちゃんぽんを浴びたりもしてそうだ、そうでした。豚骨臭くなったりもしつつ、そうですけどね、でも、ま、悪くない。復活、まだ牛革が復活してるの、豚骨浴びたのに、ガビガビにならずに、牛なのにトン浴びて、トン浴びて、まだギューってなったって。いや、良かったです。いや、ありがとうございます。そんな長々とやっていただいて、はい、これちなみに久美子さんのそのお財布リーディングをやりたいという方はどうしたらいいんですか。そうですね、はい、お申し込みは、お申し込みは、とりあえずフェイスブックで、フェイスブックはここにね、ここに、はいはいはい、で検索したらいただいて、メッセージをいただければ、はいはい、なるほどなるほど、はい、なるほど、わかりました。ただ、そうですね、嫌なんですか、ただ、ただ、あの
お友達申請しないとメッセージ見れないので、うん、ああそうですよね。まずお友達申請して、たまりが見たんだけど、お友達になってもらえますかみたいなメッセージ、はい、次のお友達申請してもらって、うん、はい、そうですね、ぜひぜひ皆さんちょっとね、はい、あの聞いてても面白かったと思うので、はい、で、お前良かったですね。良かったですね。もう僕のもんですね。それはそうですよ、ね、ぜひ皆さんもちょっと興味がね、あればね、はい、フェアリーウィングフミノさんで検索していただいて、はい、Facebook からご予約をしていただきたいと思います、はい、ということで長々とフミノさんをお会いいただきました、はい、ありがとうございまし た, ました。今週はじゃあこんな感じで、また来週皆さん元気にお会いしましょう。お会いいたいつもね、私宇津雄一と大村慎吾とフェアリーウィングフミノでした。はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。いや、よかった。いや、ほんとよかったですね。ここからもう自由でここから YouTube、よかった。もうね、これもう書いた方がいいですよって言われたらね、もう奥井さんになんて。いや、でも本当に本当にいいよ。あ、ごめんなさいね、これいいですか、これちょっと結構なボロ加減というか、なってきてますよね、で、ここまで来ると大体疲れてて、はい、お財布自体がですよ、メッセージが来るのが遅れるんですよ、はい、あのこの人、この人って言ったら変ですけど、この子が体力ないと、なるほどなるほど、伝わってくるの時間かかるんですけど、なんか痛んでるけど全然いい感じっていう、いい感じの痛み方なのかな。いや、じゃないと思うやっぱりこれね、なんかね、そう、ちっちゃいねカバンに入れたらね、ここがね、擦れてね。でもね、本当これは大事にしてあげてください。すごいね。すごい。で、多分大村さんが次にこう天気が来る時ぐらいまでいけると思う。っていうか、これ変えちゃうとまた運気が変わっちゃうので、逆に変えたい、あのちょっと変えたいなってなった時に変えるか。本当に天気が来た時に変えるか、どっちか、それは選択で構わない。ごめんなさい。開けた瞬間調べてまして、奥井さん天気が来たら言いますね、また。ね、なんでもらおうとするんですか。基本、そう、あんまりもらうよりも自分で買った方がいいんですけど、でもこれ素晴らしいので、多分先導役だったらもらったらいい。そうですね、奥井さんが先導。もう目上の人からね。そう、もらうといいって言うんですけど、その人のエネルギーと合わないと全くダメなんですよ。結局そ、これは本当にいい、奥井さん大丈夫、大丈夫、奥井さん大丈夫です奥井さん大丈夫です奥井さん、いや、ちょっとね、ちょっとこんだけ言うてるから、奥井さんの CD ジャケットでも出しとくか。あ、まあそれはそうです ね、はい、いや、でも本当に良かったですね、ラジオ的にはなんか ねもうちょっとこうダメなところがあった方 が、 方が、ね、面白かったかもしれないですけど、いや、そんだけだからいいお財布、いや、これ本当にいいお財布ですよ、うん、すごくいいエネルギーですね。いいエネルギー、お札の向き変えた方がいいです。お札の向き、頭下向きね、うん、頭下向き、そうそう、これもね、久保さんに言われたんです、うん、頭下向きに、もう今すぐ借りください、小村さんにはね、頭を下向きにし て入れる、で、向こう側向いてやるんですよね、壁側に顔が来る、壁際にね、壁際にこう、ね、1万円が、これ皆さんぜひちょっと見てください、あの大きなあ、大きなお札が、はい、こう、うん、これがお札1万円が外で、あ、1万円が外でね、外側 で、はいはい、こう入る、ね、そう、それみんな一緒ですか。それはね、基本一緒です。あ、じゃあ1万円が外で、あ、いいんです、あ、いいんです、いいんです、これいいですね、いいです、はい、わかりました、大丈夫、はい、わかりました。で、頭が、お札の頭が下で向こう向きと、はい、なるほどですね。あとは余分なカード系は抜く、ちょっと入れすぎですね、ここね、ちょっといろいろね、そう、本当は整理して、これどうやってんの、そう、カードいっぱいなるじゃないですか。来た方は、私がいらないのは分けます、うん、はぁ、あの、これ使ってないでしょっていうのとか、もう極力ない方がいいんですね。いいです、あの、基本ほら、繋がりたくない人と繋がってるのと一緒じゃないですか、うん、なるほど、あんまり使わないのにカードはね、しかも家にずっと置いてあるってことですよね、お財布はお金のお家なわけですから、うん、なので本当に必要なものだけで してた方がいいのと、はいはいはい、あと結構クレジットカードを一人で何枚も持ってる、はい、いますいます、はいはいはい、入り口1個しかないのに、出口増やしてどうすんだろう、なるほど、ええ、じゃあクレジットカードは
やっぱり2枚ぐらい、2、3枚、うん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 、めっちゃ入ってくる。会社員とかだと結局ね、収入1箇所、そうですね、でも出口いっぱいだとやっぱ出やすくなりますよね。なるほど、まあ、それはそうですね、バランス悪くなる。それはそうですね。あれはあとはあのなんか飛行機のマイルのカードとかですね、ツタヤのカードとかね、うん、使う、だから使うものだけ、本当に常に使うポイントカードとか、あ、ほぼ行かないのにスタンプ作りますかみたいな、うんうん、言われるじゃないですか、最近、うんうん、でもやりがちですよね、それ。でも行かないだったらいらないので、うんうん、頻繁に行く、毎日行くスーパーとか、うん、本当にコンビニに毎日行くからツタヤのカードとか、うん、そういうのはいいんですけど、まああの銀行のカードはどうですか。銀行のカードも、うん、まあそれはいいです。何枚もじゃなくて、何枚もじゃなくて、まあ絞った方が楽ですよね、うんうんうん、だから私ね、本当にすっきりさせました。やっぱりなんか入れたくなっちゃうんですよね、うん、なんかわかんないですけど、うん、これが1個あったら何でもいけるみたいなやつだけど、もう極力やっぱり言っていただいたので減らして、もうだから基本お金しかもう入れないぐらい。レシートとかどうしてます。あのここに入れなくしました、お財布。レシートどうしてるんですか。捨てるか、その日のうちに自分で、まあ、チェックするんだったら1日だけ、うん、で家帰って仕分けしてすぐその日のうちに処理した方がいいです。ああ、全然できればね、してる、うん、そう、俺もう一切レシートはお財布に入れなくなりました、うん、はい、で家計簿とかつけてる人が入れるじゃないですか、うん、だからその日のうちになるべくやった方が。いや、もうこれはだから聞いてる方たちだけでもいろいろ変えられるところあると思いますけどね。さっき野村さんがこのお財布を取りに行かれた時に、やっぱりあのお財布は折るじゃなくてまっすぐの方がやっぱいいです。やっぱりね、はい、だからまあ基本的にはそのお札さんのまあこのお家としての居心地を考えてあげたらいいってことですよね。自分と一緒です。自分の環境が整ってるとやっぱり幸運も舞い込むじゃないですか、まあ、で断捨離もね、うん、そのためにするのと一緒なので。私あの前にね、あのお財布じゃないですけど、部屋の汚さは今の自分の心と一緒って言われた時に、うん、開いたと思ったんですよね、うん、もう本当に外ではね、なんかちゃんといい、ちゃんと着てちゃんとしてるように見せてるけども、うん、部屋の中が汚いってことは結局外をちゃんと着てるけど心の中が汚いのと一緒、うん、で家に帰った時に部屋が綺麗だとちょっと気持ちがいいんですよね、うん、だからこういい気持ちで過ごせるっていう、うん、だからそれはねよく言われた時にこれはまずいと思って、うん、最近はすごい綺麗にしてることを心がけてますね、うんうん、だいぶ変わりました昔。居心地いいと連れて帰ってきてくれたからね、お金とかね。あ、なるほどね。で出た時出す時も帰っておいで仲間を連れてっていう、あ、なるほど、ね、気持ちで出してもらう、出してもらうね。これ久能さんに言われたんですけどね、これなかなかね難しいんですよ、うん、でもそのために、うん、その体験を買ったりだとか、うんうん、まあそうですね、美味しい思いをしたので、うんうんうん、そこはありがとうで出さないと、うんうんうん、そうですよね、なかなか、ってじゃあ今まで味わったのは何だったの、うん、ってなりますね。そらそう、でも心地よくパンと、うん、ありがとうございましたってやれば、うん、ちゃんとその後帰ってくる、うん、はい、わかりました。よかったです、よかったです、ね、よかったです。いいお財布だったという、まあ、まだ変えちゃいけない、まだまだ、まだまだいける、まだもうちょいいけますね。素晴らしい、皆さんね、ぜひご興味あればもう一回これね、あの Facebook 出していただいて、はい、フェアリーウィング久美子さんに、うん、鑑定していただきたいということはどしどし、ね、送っていただきたいと思いますので、はい、長々と本当にごめんなさい、ありがとうございました。それでは YouTube をご覧の皆さんもまた来週、さよなら。